どうも皆さん、こんにちは。着バスです。今私はニューヨーク JFK 空港に来ております。これからねマンハッタンに向かうわけなんですけども、今回ですねロングアイランドレールロード、こちらを使ってマンハッタンにね行ってみたいと思います。まあ今回からですねニューヨーク滞在ということで動画ねやっていきたいと思いますので、気になる方はぜひチェックしていただければなと思います。ひとまずですねマンハッタンの方に向かいつつで、ちょっとね途中で編集作業も終わらせたいので、スタバがあればねスタバに入って、編集してでホテル向かうみたいな、そんな感じになっております。今ね朝の11時ということで、まあホテルチェックインするにはねかなり早いので、ゆっくりね編集終わらせつつマンハッタン向かいたいなと思います。ということで行きましょう。ではターミナル8の向かいにあるエアートレインに乗ってジャマイカステーションに向かいます。なんかね至る所にエアートレインクローズって書いてあるんですけど、普通に動いてましたね。シャトルバスを運行してるお兄ちゃんが教えてくれました。よくわからん。ではジャマイカステーションに向かいます。エアートレインからのマンハッタンの景色結構好きです。治安は悪いんでしょうかね。ではジャマイカステーション到着。ロングアイランドレールロードに乗ってマンハッタンに行きます。今回このルートはここから地下鉄にも乗り換えることができるんですけども、今回ねロングアイランドレールロードでどうやらね時間もかなり短く安全に3ドルぐらいしか変わんないみたいなんでね、ちょっとね利用してみたいと思って今回ねこちらに利用させていただきます。ではこちらでエアトレイン代を払います。 8.75 ドル、クレカタッチで行けます。まだね何も用意してないんでプラチナプリファードで行きたいと思います。でこちらです。ロングアイランドレールロードは左で、地下鉄は右。今回は左で行きます。今回はマンハッタングランドセントラルまで行くので、青い字で書いてあるグランドセントラル行きに乗ります。券売機で買いましょう。でここでワンウェイではなくてオールアナザースティーチケットで、スキーチケットで、オフピークワンウェイで、ペンステーション、アナザーステーション、またペンステーション行く方は上でいいんですけど、私はグランドセントラル行きますんでアナザーステーションで、グランドセントラルの字で1人。でこれでメトロカードをいるか聞かれますんで、いらないを選択する。でクレジットカード、レシートいりますか。いります。では無事購入することができました。乗っていきましょう。今2にね11時21分に来るそうなんで、トラックに行きたいと思います。果たしてもう21分過ぎてるんですけどね、これかな。あ、でもドアは開いてないですね。しまった、行っちゃったのか。あ、行っちゃった、残念。次の電車に乗りましょう。グランドセントラルって書いてありましたね。では次に来るのがグランドセントラル、11時32分に来ます。結構10分に1本ぐらいで来るんでいいですね。トラックは1番トラックに行きましょう。あそこの赤い服着てる人が係員の人なんで、分かんなかったらあの服着てる人に聞きましょう。ではトラック1番に行って電車を待ちましょう。一つだけ懸念事項があって、屋外なんで寒いですね。それ以外は特に問題なく、地下鉄はもうちょっと浮浪者が多いイメージですけども、ここはそんなでもない気がします。11時30分、グランドセントラル行きの電車到着。これに乗ってグランドセントラルに向かいます。なんと一駅でグランドセントラルということで最高ですね。これは便利って言われるだけありますね。入ったら勝手に座るパターンですね。そして結構綺麗ですね。ニューヨークの電車とは思えない。乗車したらすぐ駅員さんが切符を切りに来ます。この現代社会で切符を切られるとは思いませんでしたね。ちゃんと昔の私が小学生ぐらいの時にあったあのパチパチやるやつで穴を開けていただきました。これはなかなか
ない経験なんでいいですね。お向かいさんは切符を持ってないのか揉めていますね。それでは到着、今ちょうど11時52分20分程度でグランドセントラルに着きますね。めちゃくちゃ早い。これはいいですね。何ここ、ニューヨークですかっていうぐらいめちゃくちゃ綺麗。ここ新しくできたんですかね、この場所は。改装されたのか。日本みたい、めちゃくちゃ綺麗。ニューヨークの電車の駅でこんなのは本当にありえないですね。ホテルも42丁目沿いにあるので歩いて行きたいところなんですけど、ニューヨークは今日は雨、荷物マックスということで、ここからさらに地下鉄に乗り継ぎますかね。どのぐらい費用がかかったか詳細はね、ちょっと後で話したいと思います。まあ、多分地下鉄乗り継ぐのと3ドルぐらいしか変わんないんで、めちゃくちゃいいですね。時間も読める、そして早いで、時間通りに電車来るし、それが結構大きい。では地下鉄乗り換えていきます。本当は歩きたいんですけど、めちゃくちゃ雨降ってるんで、7番線もしくは S に乗ってタイムズスクエアまで向かいます。地下鉄ももちろん来る形対応してます。では7番線のホーム到着、タイムズスクエアに向かいます。爆音でボイパしてる人がいますね。人物は確認できません。12時8分7番線到着。ちょっと贅沢してタイムズスクエア向かいます。相変わらず汚い。ニューヨークの地下鉄はこんな感じ。それでは市場に出てまいりました。まさにニューヨークですね。到着しました、タイムズスクエアエリアに。なんとさっきまでめちゃめちゃ雨降ってたのに全然雨降ってない。スタバがあったらスタバに入ります。スタバって探してる時には見つからないもんですよね。全然ない。もうホテルまでだいぶ近いところまで来ちゃったんで、ホテルで編集作業頑張ります。ではホテル到着しました。チェックインできなかったらそこら辺の待合スペースでやりたいと思います。今回ね、 IHE のポイントが余っておりまして、1万7000ポイントで宿泊できました。めちゃくちゃありがたい。これでねポイント使い切れたんでいいですね。ということで行きましょう。ということでチェックインさせていただきました。2505という客室です。こんなどでかいね冷蔵庫から、これあれですね、キッチン系がついているホテルなんですね。はい、今下でコーヒーもらってきたんですけども、ここに IH とかもあって、ここにね電子レンジとか食器類とかねフライパンとかもあるんで、これはめちゃめちゃいいですね。特に電子レンジが客室にあるってめちゃめちゃありがたいですよね。はい、食器一通り揃っておりまして、食洗機とかもねあっちゃうとすごいですね。でベッドルームはねこんな感じになってまして、これアップグレードされてんのかされてないかちょっと分かんないですけども、まあ、今回1万7000ポイントなんで全然いいですね。ここにね作業しやすそうなデスクがあって、でこちらはお水が無料ですね。あとダークチョコレートが無料でもらえるみたいですね。でかなり大きめのテレビ一つあります。でエアコンで一人掛けのソファーという感じで、景観はどうなんでしょうか。窓がちょっとあんまり綺麗じゃないですけども、まあでもタイムズスクエアから近いんで、まあでもタイムズスクエアはやっぱり見えないですね。うん、お向かいはお家なのかな。すごいですね、ホテルかな。でベッド周りはコンセント AC がありますね。目覚まし時計それだけかな。 USB ポートとかはなさそうで、ベッドです。いや十分ですね。はい、でこっち側に絵がかかってたりという感じで、あとはお手洗いですね。こちらも清潔でめちゃくちゃいいですね。ダブの石鹸とハンドウォッシュ、ボディウォッシュ、ボディローションかありますね。でちゃんとねバスタブもついてるんですよ。これでいいですよね。しかも思ったよりね、あの深めのやつなんでありがたいです。ニューヨークは寒いんでね、1月は。でカランと固定式のシャワー両方ある感じです。でタオルがここにセットされてると。でアメニティはこちらもダメですね。まあ当たり前ですけど歯ブラシ等々はスリッパもないですね。こんなところでしょうか。あ、一応クローゼットがあって、あすごい脱衣カゴなのかな、でかいのがあって、
金庫とかも入ってます。ではこんな感じでサクッと編集を終わらせてアップロードしちゃいたいと思います。では時刻は6時半、軽くご飯食べに行きたいと思います。今回の滞在で雨降らないだろうと思ってたんですけど、初日からニューヨークは雨、そして夜になってきてかなり冷え込んできましたね。このまま冷えていくと雪になるかもしれないですね。で、傘を持ってなかったところ、受付のお姉さんに聞いたら傘、折りたたみ傘借りれました。ありがたい。ニューヨークは雨が降っていても素敵な街ですね。反対側にピザ屋さんもありますね。この左に見えるのがニューヨークのマンハッタンにあるどでかいバスターミナル、ポートオーソリティバスターミナルです。そこら辺の脇からニューヨークリバティ空港のシャトルバスも出ております。こうやって歩いてるともう気分はニューヨーカーですね。片手にパンをかじりながらでも歩きたい気分ですね。まあそれにしてもアメリカはアメリカなのかニューヨークなのか、食べながら歩いてる人がね非常に多いですね。本日はニューヨークのタイムズスクエアナンバーワングルメと言われているロスタゴスナンバーワン行ってみたいと思いますと思ったけど、めちゃくちゃ並んでる。注文してから作ってもらうスタイルですね。まあタゴスなんでそんなに時間かかんないでしょうということで待ちたいと思います。種類は全部で4種類、ステーキ、チキン、ポーク、あと一番下のがちょっと呼べないな、はい、全部で4つあります。まあ、ひとまずステーキ、チキン、ポーク頼みましょう。店内はこんな感じ。メキシカンっぽい音楽が結構デカめで流れております。この目の前の列で注文して左で受け取っていくスタイル。残念ながらアルコールの提供はなし。皆さんコーラを飲んでますね。ではチキンとポークとステーキ1個ずつ注文しました。ではいただきます。ではガブッといきたいと思います。結構ピリ辛で玉ねぎがシャキシャキしててめちゃくちゃ美味しいです。でもパクチーの匂いがだいぶ強いんで苦手な人はダメかも。じゃあ次、これがステーキかな。いただきます。中からねアボカドのソースがすごい出てきてジューシーでうまい。このフリーで取れるライム軽く絞って食べてる人が多いですね。ラスト、これがポークな気がする。いただきます。これはライムは絞ってかけた方が私は好きかも。途中で味変してもいいと思います。お店のいろんなところに紙ナプキンがあるので大量にもらっておくことをお勧めします。ではお腹いっぱいです。ごちそうさまでした。タコス3つで合計 $17.26、 2500円ぐらいですかね。ニューヨークにしてはまあ普通の方でしょうか。私が来たより列が2倍以上長くなってる。えぐい。ニュー�ヨークの気温は今日は6度、かなり寒いです。ではニューヨークでせっかく来ましたのでタイムズスクエアブラブラしてから帰りましょうかね。今日は雨が降っているのであの赤い階段をね多分閉まってると思いますんで軽くサクッと見て帰りましょう。雨でも屋台はガンガンやってます。いやー来ましたね。これを見るとニューヨークに来たっていう気がします。タイムズスクエア、でっかい電光掲示板がすごいですね。広告の嵐、いやーすごいですね。頭の上も広告すごいです。奥の方から手前まですごい広告の量。さすがタイムズスクエア、いいですね。でも雨が降っているので今日のところは宿に戻って時差ボケを直したいと思います。はい、ということで客室に帰ってまいりました。ピザ1枚ぐらい食べたいなと思って1ドルピザのお店に行ったんですけど、ちょっとねまだ私キャッシングをしてなくてレボリュートで、まあ、いくらか
下ろそうと思ってるんですけど、まだキャッシングしてなくて現金持ってなかったら 4% チャージ乗りますっていうのがね、張り紙でされて、なんかお店の人、お店側に入るみたい、かかるみたいなんで、ちょっと悪いんでね、次回っていうか、まあこの滞在でね、またどっかで食べればなということで、今日はもう客室に戻ってまいりました。で、今回は山桜部屋飲みしてゆっくりして、今日のところは終えたいと思います。これは日本の免税店で買ってきました。見たことあったんですけど飲んだことがなかったんで、ジャパニーズウイスキーですね。やっぱり部屋飲みをしないと終わんないっていうね。あ、うまい、美味しいですね。このホテルはね、入り口のところにコーヒーとホットチョコレートとお湯か、はい、無料でもらえるなんか売店みたいなところがあって、まあ、そこの中のそのコーヒーとホットチョコレートみたいな無料で飲めるんでね、これいいっすよね。その代わりコーヒーマシンがマジのポットのやつしかないんで、なんか簡単に入れるっていうよりかはちゃんと粉を入れてみたいな、まあその方が美味しいんですけどね。まあでもそっちでもコーヒー無料で飲めますね。あとはお好みですね。でやっぱりここはね、バスタブもあるんで、電子レンジもあるんで、これいいですよね。で作業デスクもまあまあ広いですし、これで1万7000ポイントだったらめちゃくちゃいいですね。でなんかリゾート料金ね、予約した時はかかるみたいな表示があったんですけど、今日チェックインの時聞いたらね、リゾート料金って言ったらね、はみたいな顔されたんで、もしかしたらデポジットしか取らないって言ってて、保証金ね、で全部返しますよみたいな話をしてたんで、もしかしたらここかかんないのかもしれないですね。でも1万7000ポイントで1泊リゾートフィーなしだったらめちゃくちゃいいですね。まあホテルはそんな新しくないですし、ラグジュアリーなところはないんですけど、やっぱりキッチンがついてるっていうのはやっぱり特典でかいですね。あと何よりね、バスタブがちゃんとついてるっていうね。ヒルトンはね、結構少ないんですよ、バスタブがついてる。でかいホテルはあるんですけど、ダブルツリーとかね、ハンプトンインとかね、ついてないので、これはね、ほんといいですね。外もめちゃくちゃ寒いですしね。まあこれでもまだニューヨークにしてあったかい方だと思うんですけど、まだ6度もあるんでね。多分1月って基本、昔来た時はもっと寒かったと思うんで。はい、ということで今日はね、ニューヨークに到着した当日ということで、編集作業して、ほとんどねホテルに過ごしていたので、明日ね、観光出かけつつブラブラしたいなと思います。ということで今日のところはお風呂に入って休みたいなと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。まずホテルの ATM でキャッシングいたします。80ドル下ろしました。レボリュートはこれができるから本当にいいですね。レシートももらっておきましょう。下に現金が出てきます。では外に出てまいりました。ただいまの時刻8時過ぎということで、飲食店が全然やっておりませんので、もっと後に行きたかったカッツデリカティッシンにこのタイミングで行きたいと思います。ニューヨークは2日目も雨、気温は6度、かなり寒いです。ですけども昨日夜出てきた時かなり寒かったので、ウルトラレッドダウン2つ着込んできたら全然寒くないので問題なしですね。ということで、では地下鉄まで歩いて最寄り駅まで行きたいと思います。タイムズスクエアのそばにもお家がない人が結構いらっしゃるみたいで大変ですね。雨なのに屋根もないところにいるのはちょっとかわいそうですよね。では最寄り駅まで歩いていきます。それにしてもニューヨークは雨が降っていてもこんなに街は素敵です。ホテルの入り口でも毎日雨だけど街は綺麗だよって言っておりました。確かに街はめちゃめちゃ素敵ですね。そしてこの高層ビルのニューヨーク、久しぶりに来れてめちゃくちゃテンションが上がっております。本当にアメリカ人は不思議なんですけども、日本人だったらまあ傘差すでしょっていう雨でもほとんどの人が差さないですね。前に歩いてる人も半分ぐらいは傘を差しておりません。それでは地下鉄クレカのタッチ決済で行きたいと思います。今回はイデア行けます。ちなみにイデアのタッチ決済は昨日もロスタゴスナンバーワンで使いましたけども余裕で使えますね。どうやら先日ね、イデアの方で
海外で利用できる加盟店拡大が、ね、発表されました。その影響かもしれないですね。こんな感じで使えればめちゃくちゃいいのではないでしょうか。では F か M 番線に乗って最寄り駅まで行きたいと思います。今反対側に D ラインが来て行きましたね。基本的に私は地下鉄では安全を考慮してこういった柱の線を向けて電車を待っています。ちょっと前にねアジア人を狙ったこの地下鉄の押して線路に落とすね犯罪が増えましたよね、まあ、それもありまして基本的に地下鉄はかなり警戒して利用させていただいておりますと言ってたら M 番線がやってまいりました。電車が来たので乗っていく。では最寄り駅のデランシーエセックスストリートで下車。地上に出てまいりました。エリアは少し南に来たこともあってタイムズスクエアエリアとはかなり違う雰囲気。高層ビルもかなり少なめ。このエリアは治安が悪いのか何なのかちょっとよくわかんないんですけども、どうやったらそうなるのっていうぐらいね、お店の外側の壁落書きだらけですね。まあ綺麗なのももちろんあるんですけども本当にひどいのもあります。それではカッツデリカテッセン到着。朝8時からやってるということで助かりました。では朝食行きましょう。いつもはめちゃくちゃ並んでるんですけども今日はまあ1月そしてまだ朝の8時9時前ぐらいなのでかなりお店は空いています。店内はこんな感じ、めちゃめちゃ空いてる。こんなカッツ見たの初めてかもしれない。では注文していきましょう。あのカッターっていうところに行ってビーフパストラミワンプリーズで一番有名なパストラミが食べることができます。壁には有名人の方であろう写真がびっしり飾られています。すごいですね。注文すると目の前でお兄さんが作ってくれます。ちょっと皿が高くて作ってる様子までは見れない。センキュー。試食のパストラミをもらえますのでいただきましょう。ではいただきます。間違いない。飲み物はこの飲み物が並んでるところで注文すると出してくれます。Thank you. Thank you. では席に着きました。空いてるところに勝手に座っていいスタイル。確かそこの席だけオーダースタイルだったと思いますので、その真ん中の席だけは座らない方が良さそう。それ以外は基本的に適当に座って食べていいスタイル。奥にお手洗いもございます。では到着しました。パストラミ朝からブルームーンいただいちゃいます。中はこんな感じになっておりまして、たっぷりのマスタードを塗っていただけます。このマスタードは聞かれますので嫌な人は断れば OK です。で一緒に付け合わせをしてくれるピクルス、すごい使ってるやつとちょっとしか使ってない感じの2つバージョンをいただけます。ではいただきましょう。ではいただきます。パストラミいただきます。ちょパンがねホロホロすぎて掴むと崩れちゃう。ではいただきます。かぶりつきで、肉汁が本当に半端じゃないんでめちゃくちゃうまいです。かぶりつきたくない人はフォークとナイフもね向こうにありますんで取ってから食べるのがおすすめです。さすがに四十手前で一人で全部食うのは無理ということで半分はお持ち帰りにさせていただきました。あちらのデスクで頼めば持ち帰りに梱包していただけます。ごちそうさまでした。ビーフパストラミとビールで 40.72 ドル、チップはお好みでっていう感じになります。まあ日本円でまあ6000円ぐらいいくのかな、5500円ぐらいですか。はい、めちゃくちゃ高いですけども満足度は高い。またねニューヨークは大好きな私ですけども、ニューヨークのはナンバーワングルメはどれですかって聞かれると私はこのお店をお勧めさせていただいております。ニューヨークに来られる方はぜひ行ってみてください。ちなみに昔は現金しか使えなかったんですけども、クレジットカードも使えるようになっておりました。レジでクレジットカードっていうと反対側のデスクの方に案内していただけます。ということで観光していきたいと思います。また地下鉄に乗ってセントラルパークの北の方まで行きたいと思います。では地下鉄に乗ってまた北の方に移動いたします。次に使うのはレボリュート、これもタッチ決済で
行けますね。それではウエスト110丁目の駅まで来ました。外に出てくるとここはアッパーウエストサイドエリア。先ほどのエリアとのまた雰囲気が違って、ここはスーパー高級住宅街と言われております。アッパーウエスト、アッパーイースト、セントラルパークを挟んでそう呼ぶみたいですけども、どちらもめちゃくちゃ高いそうです。街並みはめちゃくちゃ素敵ですよね。それでは到着しました。いかにも FF とかに出てきそうなオブジェを発見。かなりいかつい感じですね。ま、目的地はこれではなく、この隣にあるセントジョン・ディバイン大聖堂行ってみたいと思います。ザ・セントジョン・ディバイン大聖堂到着いたしました。めちゃくちゃでかいですね。この距離からじゃ全部入りきらないですね。非常にでかい。アメリカ最大級の教会建築ということで見に来させていただきましたけども、まだ完成してないそうですね。昔は寄付で運営されていたので数ドルで入場することができたんですが、どうやらシステムが変わったそうで、今は内覧に15ドルかかるそうです。まあ、今回はこちらの外からねちょっと見たかったっていうのと、ここからね南下してセントラルパークの方に行きたいので、中には入りませんけども、外から見える彫刻だけでもかなり美しいです。もしよろしければ Google などで検索して画像を見てください。中のステンドグラスも非常に美しいです。大聖堂からマンハッタンの通りを見るとこんな感じ。非常にいい雰囲気ですね。これがアッパーウエストサイド。みんなお金持ちっぽいですね。それではセントラルパーク一番北側まで歩いてまいりました。これをずっと先に行くとハーレムと呼ばれる地域になります。ずっと先に行くとアポロシアターというマイケル・ジャクソンや坂本龍一さん、和田アキさんなどが登場した、ジャズクラブ、アポロシアターがあります。今回は、立ち寄りませんが、もし行きたい方は前回動画出しておりますので、そちらを参考にしてください。ではセントラルパークの周辺を散歩しながらミッドタウンの方に戻りたいと思います。セントラルパークの脇道を歩いてると、もう気分は完全にニューヨーカーですね。またこの雰囲気を見てください。めちゃくちゃ素敵じゃないでしょうか。これぞニューヨーカーですね。雪が降って雨に打たれて凍ったみたいな、そんな感じですかね。セントラルパークの脇にはこんな氷が張っておりました。ではここはウエスト93丁目。今回ねちょっと行きたいなと思ったのが、このサブレットっていうホットドッグ屋さん。このお店普通のね屋台なんですけど、知る人ぞ知る有名なホットドッグショップということで、ニューヨークの YouTuber の方も絶賛しているホットドッグスタンドとなっております。おやすさんは多分今向こうで立ち話しているおやすさんだと思うんですが、せっかくなのでいただきたいと思います。メニューはこんな感じ。ホットドッグ2ドル、ドリンク 2.5 ドルみたいな、そんな感じになっております。 Thank you。 バイバイ。ではこんな感じでいただきました。せっかくなんでセントラルパークでいただきましょうか。ではホットドッグはこんな感じです。めちゃくちゃ美味しそう。目の前で作っていただいた時に何を入れるか聞かれますので、私は全部入れてくださいっていうふうに頼みました。ではいただきましょう。また取れてなかったですということで、もう食べちゃったんですけど、いただきます。めちゃくちゃうまいです。付け合わせのね玉ねぎが甘酸っぱい感じがねとてもあって、またねケチャップとマスタードがねそれにまた絡んでね、めちゃくちゃいい味を出しております。ぜひこちら2ドルなんでね試してみてください。ニューヨークでねこの2ドルでこれが味わえるっていうのはねかなりありだと思います。これはあの有名なホットドッグ大会のあるネイサンズの屋台ですね。アメリカン自然史博物館の前にも出店してるんですね。これは結構いい。それではアメリカ自然史博物館到着いたしました。非常に映画を思い出させますね。昔来た頃は列をなすぐらいこのアメリカ自然史博物館っていうのは人気があったんですけども、もうナイトミュージアムの人気も一段落したという感じですかね。
まあ、1月っていうのもあるのかもしれないですけども、もうちょっと並んでるイメージがありました。プラネタリウムなんかも非常に素敵なんでね、ぜひニューヨーク来た際には訪れてみてください。では次にやってきたのが、ジョン・レノンが殺害されたとされるダコタハウスの前に来ました。1980年12月8日、この前でジョン・レノンさんは殺害されてしまったと。今日はね、全然人いないですけども、昔はね、かなりの人がいらっしゃいました。で、音楽が聞こえてるかどうかちょっと分かんないんですけども、この先にはジョン・レノンのストロールベリーフォーエバーから捉えたストロベリーフィールズっていう場所があります。先ほどのダコタハウスから歩いて30秒ほどにこちらストロベリーフィールズはあります。やはりこの場所はこのイマジンの日を見に来る人がかなりたくさんいるようです。目の前で歌っている方もいらっしゃいますね。あたりの様子はこんな感じ、かなりの観光客の方が多いですね。この場所はニューヨーク市が確かだったと思いますけども、ジョン・レノンさんの功績を称えてこのイマジンの日をね、まあ、作るみたいな、まあ、そんな話だったと思います。このままセントラルパークを観光しようかと思ったんですけども、ホテルがねレートチェックアウトが14時までさせてくれるということで、まあ、あんまりね急いでね帰ってるのも嫌なんで、ちょっとゆっくり帰りたいんで、一度ここでホテルに戻りたいと思います。では地下鉄に乗ってホテルに戻りましょう。それではホテル戻ってまいりました。こちらが無料でいただけるホットティーとコーヒーとホットチョコレートですね、まあ、これを入れてお湯で溶かすみたいな、そんな感じでしょうか。まあ、私はコーヒーとホットウォーターしか、まあ、使っておりませんけれども、無料で使えるのは最高ですね。では時間になりましたのでチェックアウトしていきたいと思います。今回の動画はねここで一旦ね途切らしていただいて、またね次の動画楽しみにしておいていただければなと思います。今回ですね、キャンデルウッドスイーツタイムズスクエアホテル、ここね、IH加盟のホテルで1泊1万7000円で利用させていただきました。まあ、感想としましてはですね、やはりキッチンがついていて、なんだっけ、電子レンジと冷蔵庫ね使えるっていうのと、またねバスタブもついてる客室でしたのでめちゃくちゃいいですね。はい、ここね IHE のホテルで一番、このマンハッタン内のホテルでね一番下の方のポイント数、まあ私がね泊まった日ではですね一番少ないポイント数で宿泊することができたっていう風になりますんで、ぜひねこちら IHE のホテルのねポイント保有されている方でニューヨーク使いたいっていう方は、こちらね結構いいのではないのかなと思います。場所的にはねめちゃくちゃいいですね。まあ、IHE のホテルね、このタイムズスクエアにもねかなりたくさんありますので、でまたねこことねクラウンプラザタイムズスクエアも結構少ないんですよねポイントが。まあ、私がね利用させていただいた時はこっちの方がね安かったっていう風になりますんで、ぜひね利用される予定のある方はこちらね使ってみていただければなと思います。まあ特にね何か不便みたいなものはなかったですね。一応ね私プラチナエリートなんで、まあ、朝食はね利用することができないと、多分朝食サービスやってないんじゃないですかね。多分ホテルクレジットじゃないですか、レストランみたいなのね見当たらなかったので、はい、多分ないと思いますね。はい、ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。どうも皆さんこんにちは、着圧です。今私はニューヨークマンハッタンに来ております。本日からホテルを移動いたしました。エンバシースイーツタイムズスクエアホテルということで、残念ながら工事中で看板がよく見えませんけれども、本日から一泊こちらのエンバシースイーツお世話になります。ということで早速ねチェックインしていきましょう。今ちょうど2時40分ぐらいということで、もうチェックインできるのではないかと思います。余裕でチェックインできるかと思ったら全然チェックインできなかったんで、チェックインまでしばらく動画編集頑張ります。4時過ぎたのでチェックインしようと思ったらめちゃくちゃ並んでる。これはやってられねー。ということでめちゃくちゃ並んでたのでモバイルチェックインして部屋に入ります。これがデジタルキー、今キャンペーンでプラス500ポイントもらえるのがこれですね。よいしょ。では中に入ってまいりました。これがマックスかな。ちょっとね中に荷物だけ置かせていただきましたけども、こんな感じの客室でございます。はい、一応ねこのエンバシースイーツっていうのは全席客室が、スイートルームっていうカテゴリーになりますんで、一応ねこちらもスイートルームという感じになります。今回予約したのが、ワンキングベッド
エンパイアステートビューという客室になります。でこのエンバシースイーツというのはね、ヒルトンホテルの中で朝食がついたりね、無料のお酒とかついているホテルということで、今回ね、無料でお酒が飲めるんだったらね、レビュー出さないわけにはいかんということで、今回ね予約させていただきました。でどこから見ていきましょうかね。まあ入り口から来ましたんで、バスルームから行きましょうか。バスルームにバスタブはございません。この寒いニューヨークでね、1月とかね、バスタブがないのね、嫌だと思うんですけども、私もリクエストしましたが、全客室にバスタブはないということで断られてしまいました。でシャワーブースのみですね。でアメニティはゼロ。これなんか見たことあるような感じがします。まあボディーソープ、シャンプー、シャワージェルという感じで、まあ、広くて清潔ですね。でお手洗いがあって、アメニティはボディーローションのみ、あと石鹸ですね。それ以外に特に何もないですね。タオルが置いてあるだけです。まあでもこの鏡とかね、非常に素敵ですね。では客室を行きましょうか。はい、まずソファーエリアがこんな感じ。正面からと入らない、こんな感じです。いいですね。めちゃめちゃゆっくりできそうですね、このソファーエリア。めちゃくちゃいい。まあこれをスイートって言っていいのかわかんないですけど、スペース的に。まあでもね、ニューヨークなんでね、はい、いいでしょう。でここはクローゼットになってます。で下が金庫、特に入ってないですね。アイロンとランドリーバッグがあるだけですね。でこちらにコップと氷入れるやつとコーヒーマシンが揃っております。でこの扉の中には冷蔵庫が入ってで、こちらにテレビとデスクですね。あと電話があります。あとアイロン台はここにあるんですね。はい、で反対側にはデスクとソファーがあります。何これ、あ、こういう感じで開くんですね。ほう。で次にベッドルームです。正面からだともうベッドが入りきらないぐらいベッドが大きいですね。これはいい。こっち側にテレビのリモコンと USB ポート A ですね。あと AC があります。あとリモコンということで、反対側にもテレビがあります。何インチぐらいかな ?70 インチぐらいですかね。かなり大きいですね。あのリビングにある方のテレビよりからははるかに大きいテレビがもう一個あります。で、あと荷物置くやつがあって、で、こちらです。反対側には何かあるかな。 USB Type A と AC2 つですね。まあ設備は向こうと一緒っていう感じで、ベッドの反対側から見るとこんな感じです。で眺望なんですけども、今回はエンパイアステートビューが空いてましたので、こちらを予約させていただきました。どうでしょうか。これはやばいですね。ちょっと窓が汚いですけども、本当にエンパイアステートビルがね、目の前に見える客室ということで、これは贅沢ですね。うん、これは贅沢。ここのホテルはですね、結構良くて、本当に最低ポイントだと4万とかまで下がるんですよね。まあもちろんこれは1月の今のこのシーズンだから、まあ、ここまで下がるんですけども、まあ、それでもね、全室客室が、まあ、スイートルームっていう風になりますし、上位のね方に行くとバルコニー付きとかもねあるんですよね。すごいですよね。しかもこのニューヨークで1泊4万ポイントこのシーズンにはなりますけれども、そしたらね5日間で本当は20万ポイントだけど、5日目無料とか使うとね16万ポイントでニューヨークに5泊できちゃうっていう風になりますんで、これはねいいですね。しかもエンパイアステートビューがもしかしたら当てられるかもしれないと。はい、こんな形になっております。ダイヤモンド特典なんですけども、スナック等々がもらえるはずなので、まあ、そちらをねちょっともらいに行きましょう。モバイルチェックインしてしまったので、そこら辺が全然よく分かりません。それではフロントに聞きに行こうとしたら、まだフロントも激ゴミということで、カクテルタイム、まあレセプションタイムがありますんで、それを電話で確認したら5時からということで、もうそろそろ5時になりますんで、4階のねフロアに行ってみたいと思います。朝食会場もそこで利用することができるみたいですね。いやーちょっとね、あのチェックインの込みはねどうにかしてほしいですね。めちゃくちゃ今も並んでました。
では中に入ってまいりました。いただけるのはチップスとポップコーンとサラダとクッキーですかね。あとリンゴがいただけるという感じです。店内はこんな感じ。右奥のところでお酒を注文するみたいです。まあ、朝食会場もこちらみたいですね。ではお酒を頼んでいきましょう。頼めるのはこれなのかな。ビールとカクテルとワイン、お姉さんに言って出してもらうスタイル。せっかくなんで2杯目はこっちにしましょう。こちらのソフトドリンクは無料みたいですね。コーラ、スプライト、ミニッツメイド、オレンジ、ファンタ、コーラっていう感じです。ではハイライフプレミアムミラーグレード1903年、ザ・チャンピオン・オブ・ビア、初めて見ましたけど、いただきます。なんて言うんだろう、結構苦め、美味しいです。まあ、本当におつまみ程度っていう感じでいただけますね。味は美味しいです。物価がクソ高いニューヨークでこれが無料で利用できるっていうのはめちゃくちゃいいと思いますね。ヒルトンホテルはモバイルチェックインに対応してくれてたんで助かりましたけど、本当にモバイルチェックインに対応してなかったらマジで1時間以上待たされたんじゃないかっていうぐらいね、全然進んでなかったんで、モバイルチェックインできて本当良かったですね。オリーブいただきつつお酒が飲めるのは、ここはニューヨークですからね、めちゃめちゃいいです。はい、ということでイビリングセレプションから帰ってまいりました。イビリングセレプションは、ソフトドリンクは無料、アルコールは2杯無料っていう感じで、食事はね、ナチョスとあと、まあ、チーズの和え物みたいなのと、チョコチップクッキー、まあ、こちらは無料で利用することができるということで、このね、あのベネフィットっていうのは、あの宿泊した人全員がね利用することができる特典っていう風になっておりますんで、まあ、このヒルトンのね、あのステータス持ってない人もかなり多めっていう風になります。でヒルトンダイヤモンドステータスの特典としては、このホテルはね、あの、まあ、エンバシースイーツっていうのは、まあ、前回ハワイでアップグレードしてもらえたんですけども、基本的にアップグレード対象外、規約上ではね、なっておりますので、まあ、今回もね、エンパイアステータビューの客室を選んで、エンパイアステータビューの客室に入れていただいたっていうふうになります。で、特典としてはですね、まずお水が2本、まあ、お水2本か、まあ、ソーダ2本、どっちかなんですけども、まあ、私は1本ずつお願いさせていただいて、まあ、スナックがね、2名分もらえるということで、プレッツェルが2つで、またねこれエンバシースイーツあるあるなのかもしれないですけども、M&M が2つということで、 M&M をね、2袋いただきました。まあ、これだけ、まあ、もらえるっていう感じですね。で朝食に関してはこのホテルは全お客さんにサービスしてるっていう風になりますんで、ダイヤモンドでもダイヤモンドじゃなくてもね、こちら利用することができるっていう風になりますんで、まあ、このねニューヨーク、物価のね高いこのニューヨークでこれが全部利用することができるっていうのは、まあ、かなりねいいのではないのかなと思います。ということで、時刻はねまだ5時40分ということで、まだねあのお腹は空いておりますので、ちょっとねピザでも食べに行きたいなと思います。ということで行きましょう。では外に出てまいりました。いや今日はね途中から天気が良くなって非常に気持ちいいニューヨークの夜、そしてこのニューヨーク歩いているだけでテンションが上がりますね。ということでせっかくニューヨークに来たということでピザを食べたいということで出てきました。99セントピザもしくはジョーズピザ行こうかなと思います。まあ、ニューヨークといえば99セントピザもしくはジョーズピザ、まあ、ジョーズピザってわけではないですけども、まあ、ジョーズピザもね非常に有名なお店ということで行ってみたいと思います。99セントピザはここら辺にはないのかな。ここも99セントではなさそうですね。奥にはタイムズスクエアが輝いておりますね。いやー本当にニューヨークを歩いているだけでテンションが上がりますね。この高層ビルもね本当にすごいですよね。では
ニューヨークの景色を楽しみながらジョーズピザ目指したいと思います。 DJI ポケット3にしてから本当に歩きながら向こう側の景色を撮影しても誰も気づかないんでめちゃくちゃ快適。ニューヨークでも黒人さんに切られることはないでしょう。前回切られて本当にトラウマになっております。ジョーズピザタイムズスクエア店に到着。めちゃくちゃ並んだろう。ちょっと並びすぎているので本日は99セントピザのお店を探したいと思います。せっかくなのでタイムズスクエアをブラブラして99セントピザを探して食べて帰りたいと思います。まさかのジョーズピザの反対の本当に真後ろぐらいに99セントピザがありました。こちらで夕飯にしたいと思います。店内はまあまあ混んでるけど回転はめちゃくちゃ早い。みんな1ドルピザを買っているようです。やはり質より量っていう感じですよね。 Thank you。 本当に1ドルで買えます。特に追加でお金かかったりしません。まさかの店内に ATM。 現金しか使えないんですかね。では1ドルピザいただきます。私の手と比べても分かるぐらいめちゃくちゃ大きいですね。これでかくないですか。でかくないですか。いただきます。チーズとトマトソースだけなんですけどもめちゃくちゃうまいです。これが99セントで食べれるんだったらめちゃくちゃいいですね。ニューヨークといえば99セントピザ。いまだに1ドルでピザが食べれるなんて信じられないですね。ごちそうさまでした。ニューヨークタイムズスクエアです。めちゃめちゃギラギラしておりますね。ちょっとタイムズスクエアに行きたいところなんですけども逆方面に行ってホテルに帰りたいと思います。タイムズスクエア周辺でもかなりの人の量。さすが世界一の街ですね。本当にすごい人。ちなみにタイムズスクエアの中心地に行くともっと人がすごいです。ではブラブラ散歩しながらホテルまで帰りたいと思います。ニューヨークといえばこのクラクションですよね。ちょっと何かあっただけでもみんなピーピー鳴らしますんでね、まあ、これがニューヨーク。歩いているだけでもクラクションの音を聞かない時はないぐらいですね。それではブラブラしながらホテル戻りたいと思います。それでは今ヒルトンでキャンペーンをやっているデジタルキーのキャンペーンなんですけども追加で500ポイントもらえますのでぜひ利用してください。利用方法はアプリを開いてこのデジタルキーをリクエストすれば使えるようになります。使えるようになったらこれで解除することができますので客室に入れると。非常に便利ですね。夜のエンパイアステートもめちゃくちゃ綺麗ですね。本日はこんな感じで休みたいと思います。ではおやすみなさい。はい、ということで翌日の朝になりました。ただいまね朝の6時過ぎぐらいなわけなんですけども、昨日のね、夜中は、まあ、こちらのねあの現地で夜中にですねちょっとねあの妻から、家族のね緊急な用事で、帰ってきてほしいっていうね話がございましたので、まあ、私もね父親ですのではい、ちょっとね今回緊急事態ということで、帰国させていただきますということですので、まあ、今回のニューヨークの滞在ねもうしばらく滞在させていただいてメインの観光名所ですね、まあ、私ニューヨーク大好きなこともあってもう次ねいつ来れるかちょっと分かんないのでこのタイミングでね、まあ、まとめ的なのをね回ってあとおすすめの食事もね一緒に回って動画作らせていただきたいななんていうふうに思っていたわけなんですけども、今回ね断念ということで、ニューヨークのね滞在動画今回で終了っていった形になります。本来ね予定してた便を全部キャンセルさせていただいて、まあ、新たにね航空券を抑えて帰るっていった形になります。本来ですね今回このニューヨークに来てアメリカ本土ね今必要マイル数非常に上がってしまってですね、まあ、お得な路線をね、まあ、皆さんに紹介するっていうね意味も込めて帰りはねロサンゼルス経由の東京行きっていう感じで帰ろうとしてたんですよね。アメリカの国内線ね、まあ、エクスカーショニストパークでもいいと思いますし、まあ、私はねブリティッシュエアウェイズのアメリカエアのね航空券発券して
ロサンゼルスまで行って、ロサンゼルスから東京間っていうのはなぜかね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、いまだに3万7000とかでね設定されてるんですよね。ここニューヨークだと5万5000だったりするんですけども、非常にねロサンゼルス路線だけ安く設定されておりますので、まあ、実際にそれをね利用した動画をね皆さんにお見せさせていただきたいななんていうふうに思っていたわけなんですけども、残念ながらねこの動画はちょっと撮ることができませんので、まあ、もしね今後アメリカ本土ね利用されたいっていう方は、ユナイテッド航空のマイレージプラスの東京成田からロサンゼルス、もしくは東京羽田からロサンゼルス、この路線がね非常におすすめっていう風になります。まあ、往復ともね3万7100マイル最低でね発見することができるっていう風になりますんで、まあ、これもね正直いつまで続くかよく分かんないんですけども、今現時点ではですね非常にお得にねアメリカ本土を利用することができるっていう風になりますので、ぜひね覚えておいていただければなと思います。はい、ということで、今回ですねちょっと緊急的に、帰国いたしますので、今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。